恥ずかしすぎる風。風止めてきてる。オッケーです。行きます。この後、はい、15番ですけど、はい、どうですか、なんか攻略じゃないですけど。いや、15番はですね、まあ、左に大きい池があるんですけど、はい、あれ越えるのがキャリーで285とか必要で、まあ、フォローならちょっと越えるかなって感じなんですけど、まあ、なかなか左は良くないで、まあ、右の林もこうせり出してて近いの で僕はドローヒッターなのでとても打ちづらいです。打ちづらい。ここはもうちょっと刻むにも池の幅が大きいんで刻めないんで、まあ割り切って頑張って打つしかないかなっていう。ティーが結構後ろに作ってあるホールが多くてすごく長いのと、まあ、ショートとかもすごい長いんで。そうですよね、はい。まあ、ロングでしっかり取っていくのと、まあ、なるべくボギー打たないことが大事かなと思います。はい、それを踏まえて、はい、まあ、ちょっと15番拝見します。いやー、緊張しますね。お願いします。はい、頑張ります。これなおマジでドライバーで持ってるんですか。ドライバーで左の池越えれるように頑張ります。キャリーで。感じでちゃんと息入ります。一応風が右からフォローで左の池越えるかなと思ったんですけど、ちょっと越えなくて、まあ、ショット自体はすごい良かったんですけど、まあ、風で流されて左に入ったん で今慎吾さんがスプーンで打ってこう前側にコースなりにフェード打ってたんで、あれが打てればあれがベストなんですけど、僕は打てないんで。かなり2回目、はい、左から。ああ、もうそうですね、まあ本当に毎日立つ位置はそこになると思います。はい、1球目も左から立っていったんですけど、右に出すのが、まあ、フェードヒッターならすごい打ちやすいと思うんですけど、ドローヒッターだとちょっとこの右の木があって右にあんまり出せないんで、まあ、1球目みたいなことが起きちゃうというか、はい。おー、なしもなかなか風も難しいですね。ちょっと木があるんで、周りグリーンの周り、うん、感じる風と上空の風が違ったりすると思うんで、このジャッジと、とはまあ右手前と左奥と左手前とバンカーに囲まれてるんで、この辺もしっかり入れないでグリーンキャッチできるかな。最後上がり3ホールで考えたら、はい、17番を入って、はい、まあ、18も比較的距離は短めと考えると、はいはい、やっぱりその2つは取りたいんですか。17、18。そうですね、17、18は取りたいですね。まあ、17は多分風がフォローならドーム狙えますし、はい、まあ、上げだったとしてもまあいいところに刻んだらバーディーはバイチャンスにはつけれるかなと思って、で18もティーショット次第と
まああとピンチですね。傾斜がちょっと強いんで。ああそうですね。はい。はい、左から横かフォローか上げかみたいな。いや本当微妙で今日コロコロ変わる風なんで今日予報的に。でさっきもフォローっぽかったんですけどもうちょっと風変わってきて、はい、上げじゃないなと思ってたんでまあ 0.5 番手くらい下げて。ブレてる。せんべいみたいな。大事な栄養補給ですね。はい。全然食べながらで大丈夫なんですけど。はい。17番は、まあはい、ティーショットはどんなイメージなんですか。いやー、かなり狭いです。まあ、全部の方が狭いんですけど。今もいい感じだと思ったら、はいはい、風に流されて、やばい行かなかったんで。でもラフがとにかく長くて、うん、もう入れたら 0.5 ペナぐらいです。何ですか。はい、なんで今右ラフ捕まったんで、はい、もしかしたらもう次ウェッジっていうところまで出せないかもしれないです。あ、そうですか。はい、もう本当に58、52とかしか持ってないみたいな。うんうんうん。だからそうなってるんですね。はい、なんかことないですね。なるなる。この洋芝でこのラフの長さは本当に難しいです。長さもそうなんですけど、洋芝ってどう難しいの？まあ、やっぱりそういう絡まるんで、うん、まずキャリーが出ないですし、スピン量もやっぱ低くなってしまいますし、フェースの管理が難しいです。テクニックから。なおかつ球止まっちゃうんで。難しすぎる風。風止めてきて。OK です。行きます。出て。ホムリーマの無理もう無理です。こんなん分かるわけない。どっちかすら。うん。フォローとかアゲンストとかなら分かるんですけどね。横が一番難しいです。今日コロコロ変わる方なんで、すんごいショートしちゃった。ほら、と
ということになるわけですね。ナイスショットが結果につながらないっていうのが増えてくるんですね。風がちょっともどかしいところもあると思いますけど、まあそれがゴルフですよね。違うです。木が競り出してんで、お前関係ないじゃん。俺は関係ないけど、サイドヒッターは打ちづらいですね。しかも左から風来てるんで。いや俺でもなんかちょっと嫌だよ、ドローヒッターも。そうです。ずっと狭いっす、このコースは。もう狭い、ラフ長い、以上。すごいラフ長い。シンバさんは長いな。すごいじゃん、さっきと言ってる方向。やっぱりだ。家族の前で週末いいところ。はい。まあ、いやだいぶセガサミナーと調子崩してて、はい、ずっとひどくて、まあ、ちょっと今日少しいい感じで打ててるんですけど。それはショットですか。ショットです。はい。いやもうパターンも良くない。あ、そうですか。はい。パターンも良くないんで、まあ、あんまり自分に期待せずやってます。でもその3週間空いて、はい、そこでいろいろ修正をして、まあ、修正できず、修正してるんだけど、まあ、ラウンドしては修正して、で最後来る前にラウンド2連チャンでまたガッと悪くなって、あもうダメだなってなったんで、はい、あまり期待してないです。まあ、はい、でもそれに比べたら今日はまだ比較的思うんですよ、ね。はい、今日はすごい途中でいい式のイメージが見つかって、それがすごい動きがいいんですよ。あー、はい、まあ、コーチと話し合いながら、はい、ちょっとこのいい状態のままぜひよく変えてください。よくはないですよ。まあまあまあ、なんとか全力は尽くします。はい、はい、ありがとうございます。あると、はい、あそこの傾斜に落ちるとそのまま、あそこもグリーン球が全部行き入るんで、あいや、まあ、これが試合で起きると、まあ、今週は俺の週じゃないなと思います。いいショットだったよね。いや本当にいいショットあったよ。本当勉強になったらああなるんだなって、あそれはしてたんだよ。それはしてたんだよ。手で目立ってたんだよ。
とう。お邪魔しました。ありがとうございました。ラフと狭さも風と、はいはい、頭疲れます。頭疲れます。はい、疲れました。はい、写真とかいいですか。あ、いいですよ。はい、あ、お願いします。はい、ありがとうございます。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 頑張ってください。はい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 、すいません、行きます。はい、ありがとうございます。頑張ってください。はい、以上。改めて、はい、難しいコースだったって感じでしたけど、はい、難しさが伝わればいいなと思います。改めてこの地元で、はい、メジャーの戦いに向けて、はい、ぜひ意気込みを。そうですね、はい、まあ、昨年は2位と、で、この前の大会2位と、はい、まあ、すごいリベンジがかかってる試合となってますんで、もちろん優勝を目指したいんですけど、まあ、とりあえずまずは一個一個丁寧に自分のゴルフができるように精一杯尽くして頑張りたいなと思います。楽しみにします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。